レイキルズ50音順エチュード。イエーイ。何？50音エチュード。ちょっとその前に自己紹介。あ、すみません。なんか。はい、レイキルズ代表代理の神奈川雄一郎です。はい、演者部葵です。作曲部部長の近藤葵です。はい。はい。葵ちゃんから。何ありましたけど、はいはい、そうみんな50音順エチュードなんだろうと思いますよね。もうまああの普通にエチュードってあると思うんですけど、それ、まあ、即興でね、そうね、なんかいろいろ決めてね、そうそう、ある程度のことをね、まあ演技していくっていうし、あれ物語をやっていくっていうなんですけど、それをまあ今回はあのセリフをね、うん、ちょっと縛りをつけようということで、うんうん、50音順にね最初の言葉を、例えばあーから最初セリフを言って、はい、そしたら次のセリフはイから始めて、あ、なるほど、ね、ウから始めて、エから始めてっていう感じで、難しくない、物語を進めようっていう、なるほど、はい、ゲームです。なるほど、なるほど。じゃあ、ね、設定とか、そう、設定を決めていきたいんですけど、はい、まず最初は桃太郎。桃太郎、ちょっと桃太郎で、桃太郎で、あいうえお順、そうですね、桃太郎の話でいきたいと思います。で、役割はね、もう決めてあるのです。あ、そうだよね、出てくるもんね、鬼だとかね、いろいろ出てくるんでね、全部3人でやっていきますんで、じゃあ、やっていきますかね。はい、じゃあ、よーい、スタート。あー、暑いね、今日は。暑いのー。ダメだよ、いいから始めないと。全然ダメじゃん、全然ダメじゃん、ブブーじゃん。そうだよ、NG それ。じゃあ、もう一回行こう、もう一回テイク2。はい、テイク2。暑いね、汗かくね、おばあさん、今日も。いやー、どうにかなんかの、もうちょっと、あ、間違えた。今日は分かる、分かっちゃった。全然飛んだよ、今。こっちがダメなんだよ、はい、はい、暑いね、今日も汗かくね、ほんと、おばあさん。いやー、どうにかなんかの、上野の山の方に行ってこようかね、洗濯に、じゃない、芝刈りにね。の、じゃあなんだっけ、一日は。私は川に洗濯に行きますわ。お、洗濯最近上手くなってきたかね。川の水は結構きれいじゃからね。きれいだもんね、最近の川は。こんなきれいな川にはなんか流れてくるかもしれんの。何が流れてくるの。あ、ダメじゃん。食うじゃん。食う、ね、出てないから、私まだ出てないから。食う、はい、じゃあ木から行こう。木からはい、綺麗だからね、最近の水は。なんか流れてくるかもしれんね。草餅でも流れてこんかの。毛むくじゃらなやつが流れてくるかもしれんね。こんなところに桃？え？ここの川、桃流れとるぞ。助けないといかんな、桃。ちょっと待って、作業を飛んでるよ。作業が飛んでるわ。ちょっと待ってくれよ。私川流れてる。日本語ができないんじゃないの？川流れてるから、ずっと。よし、さすがに桃は流れてこんだろ、川に。お前、幻覚でも見てんとちゃうか、認知症じゃないか、もう。鹿は違うな。え、桃？え、桃？え、シュワーッ！素晴らしい！桃の中から子供が！え、仙人からの贈り物か？そう、じゃ。じゃ？たまにはいいことも起きるね。わしらには子供がおらんで困っとったのに。力を合わせるのじゃ。妻よ、この子供を我らの手で育てようではないか。天才か。とりあえず風呂に入れてやろう。長風呂じゃ。煮てやろう。煮詰まるまで風呂に入れてやればきっと大きくなるに違いない。
ぬるりと時が過ぎ去っていきました。桃太郎は成長しました。ねえおじいさんおばあさん、なんて南の島に行きたいな。ノー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 、はしたないことを言いよって。ひどい仕打ちをされるぞ。二人も一緒に行ってくれれば大丈夫だと思うんだけど、どうかな。変なことを言うね、本当に。まあ行くか、じいさんもみんなで鬼退治しに行くか。レッツゴー。いいのか。無理があったので桃太郎は一人で行くことにしました。めんどくさいかもしれんけど、最後におじいさんから、おじいさんとおばあさんからこの団子だけ持って行ってもらいたいです。いいのか。もう盛りだくさんだね。やりがいがあったよ、桃太郎のためにこんなものを作るのは。いや勇気が出るぞ。妖怪も仲間になるかもしれんぞ、これを食べさせたら。ライス。ライス。ライス。料理。ルーローハンなんじゃないな。おにぎりなんだな。レモンを入れた？論外だよ、レモンを入れるなんて。私はこれが一番美味しそうだと思っているので、旅のお供にしようと思っている。おお、それが旅のお供とは、なかなか新しい桃太郎の誕生ですな。はい、終わりです。旅に出てないのよ。ライスがお供になっちゃったじゃん、最後。ちょっとおかしいよね。ちょっとやばいね、ラ行が難しいな。難しいよね、ラ行が難しいの。よく考えたら、50個のセリフで桃太郎成立させるの無理な気がしてきたぞ。なんかね、猿、キジ、犬出てきてないからね。そう、だからもっとポンポンいかないといけない。そういうことだよね。ちょっともう一回行こう。テイク2。桃太郎。もう一回行こう。足が痛いね。最近芝刈りばかりで怪我してしまったよ。家の奥の川からなんか流れとるぞ。エロい形をしているね。お前さん、そんなこと言うか。カリン。貴様何者じゃ。くっけ。この子は桃太郎と名付けよう。谷ヶ島、ちょっと待って、さしすせそうさ。寒い時がやってきたね、時期も過ぎて。しかしまあ、最近
鬼が強くなってきてお宝とかも取られてるようじゃな。スイカも全部取られたみたいだね。そうなんだ。なんか世界征服の噂もあるみたいだし。そうなんだ。旅に出て鬼退治してくれ。ちょうどね。ちょうど桃太郎は今きびだんごを受け取ったところだから、世界のどこにでも旅に行けるはずだよ。強くなれる団子なんだって。手下が増えるかもね。手下、とりあえず犬を仲間にするといいよ。なるほど。そしたら出発しよう。逃げろ、何か来たぞ。で、カット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 、よし、リュウちゃんも加えてやろう。何よ、桃太郎で五条越中だっていう鬼畜な作法だった。